三笘薫の復活ゴールに現地メディア、チームメイトから称賛の嵐。ショーの主役。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。今週末開幕となったイングランドプレミアリーグですが、ブライトン所属の三笘薫選手が最後にプレーした2月18日以来、約半年ぶりに公式戦復帰。いきなりのゴールと相手選手の一発レッド誘発などの活躍に現地メディアは絶賛の嵐。さらに三笘選手のチームメイトも彼を称賛しているようです。今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はサッカーダイジェストから。現地8月17日に開催されたプレミアリーグの開幕節で、三笘薫が所属するブライトンがエバートンと敵地で対戦、3-0 で快勝を飾った。この試合で圧巻のパフォーマンスを発揮したのが、約半年ぶりにプレミアの舞台に復帰した三笘だ。26分にカウンターからドリブルで持ち上がると、一旦味方に預けてゴール前、ヤンクバミンテのクロスをワンタッチで合わせ先制点を奪う。その後もチャンスを構築した日本代表アタッカーは2-0で迎えた66分、敵陣でボールを奪った瞬間にアシュリー・ヤングからファウルを受け、決定機阻止でレッドカードを誘発してみせた。米公共放送 BBC はこの活躍ぶりを、ショーの主役は三笘だと称えている。試合の主役となったのは三笘で、エバートンの守備陣を終始翻弄し、ゴールで素晴らしいパフォーマンスを締めくくった。また A 氏ザサンも三笘の先制点について、このゴールは大いに称賛に値すると激賞している。ミンテと三笘はトランジションでエバートンに問題を生じさせ、2人で連携して先制点を決めた。ミンテはミコレンコを1対1で打ち負かし、ゴール前へパスを放つと、三笘がゴールポストまでたどり着いてゴールを叩き込んだ。三笘とミンテの両ウイングは今後も相手チームにとって脅威となりそうだ。このように報じています。それにしても三笘選手のゴールは見事でしたね。今季新加入の右サイドミンテ選手による見事な突破からのクロスに走り込んでのゴール。この試合ミンテ選手も素晴らしいプレーを披露していましたが、途中怪我で交代してしまったことが少々気がかりですね。では次に三笘選手の同僚が彼を称賛していますので、そちらも見ていきましょう。記事はサッカーダイジェストから抜粋。クラブ公式サイトによれば、イングランド代表で42キャップを誇る33歳ダニー・ウェルベックが試合後のインタビューで、頼れるチームメイト三笘に言及。長期離脱からのカムバックを心から喜んでいる様子だ。彼は特別なタレントで、その能力は誰もが知っている。プレミアリーグで1対1で彼以上の選手はそういない。戻ってきて僕らの火力をさらに高めてくれるのは素晴らしいことだ。最高のスタートを切った新生ブライトンは、前任のロベルト・デゼルビ監督時代以上に攻撃的で魅力的なフットボールを展開できるか、前線でコンビを組む三笘とウェルベックにかかる期待は大きい。このように伝えています。ウェルベック選手も三笘選手の復活談を称賛しているようです。ウェルベック選手といえば、かつて香川真司選手とも共闘し、日本のサッカーファンにもおなじみの選手。そういえばこの試合で一発レッドで退場したアシュリー・ヤング選手ともチームメイトでしたね。では次に三笘選手の活躍に対するネットの反応を見ていきましょう。昨シーズン同様、開幕からさすがの活躍、良い状態の三笘が戻ってきたなという印象。キレキレ三笘さん見れて最高でした。監督変わっても序列が高くて一安心。ミンテが想像以上にフィットしてて面白いね。右サイドもミンテ・アディングラがいて、マーチも復帰すれば激戦区だな。ミンテは脳震盪だったのかな、少し心配。開幕ゴール最高、監督も今年は酷使せずにいたわってあげて。三笘とミンテを見てると、やはり日本代表には三笘、伊藤が両脇にいるのが最強だな。早く2人の代表復帰を見たい。 2-2-2-3 シーズンの三笘に戻っていた。得点だけでなくドリブルのキレやクロスの質もよく、文句なしにマンオブザマッチ。今シーズンこそは日本人史上最高を証明してくれると信じてます。まずは2桁得点。帰ってきたワールドクラス三笘。ユナイテッド戦楽しみだね。
は本当に怪我。右からのクロス入りそうな時にゴール前に詰める意識が格段に上がっているように感じました。ボールも良かったけど、突破してからの高速クロスはゴール前で事故が起こりそうで好きな場面だったかな。もともと怪我さえなければファウルしか止められないしね。シュートやクロスの精度が上がれば普通にリーグ屈指のウィンガーになると思う。今後怪我だけしませんように。かっこよかった。最高の開幕戦でした。三笘はやはり特別な選手だと改めて感じた。20歳のミンテが素晴らしい。ベルジーも貫禄のゴール、ベテランと若手の融合で試合内容も面白いサッカーで、ユナイテッド戦がますます楽しみだ。いや、エグかっこよかった。最高のスタートでした。いい感じに仕上がっている。三笘は素晴らしかったけど、ベルベックも素晴らしい活躍だったな。ミンテが驚異的だったというか、右ウイングの動きが躍動すれば左三笘も発動しやすくなるし、中央2枚も連動するね。三笘さんが異次元レベルのドリブル見れて安心しました。3点目入ってからびっくりするくらい客席がスカスカになったな。プレミアは客がすぐ帰るイメージあるけど、あそこまで帰ったのには驚いた。それだけ不満なのだろうけど。去年は三笘のクロスが当たってオウンゴール、今回は一発レッド。もう三笘にやられたい放題。様々な声があるようですね。今季から新たな監督を迎えたブライトンですが、昨晩の試合を見ていると、特に前半はゴールキーパー、そして3バックからのビルドアップで、まだ少し戸惑いがあるように感じました。まあ、このあたりは試合を重ねていくうちに、徐々に形になっていくのでしょうけどね。いずれにしても、今季の三笘薫選手には昨季のような怪我をしないように願いつつ、チームと共に素晴らしい活躍をしてくれることを願って応援していきたいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。